テティス・ハドロス・テスチドローズは、イタリアで見つかった、ハドロサウルス浄化の恐竜の属の一つ。記載前は、クリポサウルスと考えられていた。ホロタイプの頭骨と、頸骨、テティス・ハドロスは、イタリアの古生物学者、ファビオ・マルコ・ダンラ・ラウェッキアによって2009年に命名、記載された。模式種テテティス・ハドロス・インスラリス・テスチドローズ・インスラリス一種のみが、知られる。属名は、 テチスカイとハドロサウルス浄化にちなむ。種商名のインスラーは、ラテン語で島を意味する。本種が、ヨーロッパ諸島最大の島であった、アドリアティックイコールデナリクジまで発見されたことに、由来する。テティスハドロスは、ホロタイプ SC57021 に基づく。これは、ほぼ完全だが潰れた骨格で、以前は、アントニオの愛称で呼ばれていた。この標本は、 骨の成長線からすると5から6歳だったと考えられる。これはトリエステ県のビラジオデルペスカトーレで発見された。この発掘場所は海の近くの古い採石場で1980年代にアルチェオ・ターラオとジョルジョリモリによって発見されたものである。地層はカンパニアンからマーストリヒチアンにかけてのリブルにある地層で年代は7100万から7000万年前と 推定される。アントニオが含まれていたのは、厚さが10メートル、直径は70メートルのレンズ上層で、1994年、学生タイツヤナ・ブラッツァッティはより大きな骨格の前足の骨を発見した。化石を扱っている会社、ストーンエイジは、化石を回収するために300トンの余計な岩を取り除かなければならなかった。 その後、専門的な指導を得るために古生物学者、ダッラベッキアの元に持ち込まれた。1999年4月、アントニオが採石場から取り除かれ、その過程でわずかに損傷した。2000年12月まで、この標本は2800時間かけて、擬酸を噴霧することで、石灰岩を溶かし、徐々に露出した骨を樹脂で保護することによって、調整された。 テティス・ハドロスの標本は他に6つ発見されており、そのうちにの1つは除去作業中に骨格が崩壊し、その他のものは全死の実が復元された。すべての化石はトリエステ市立自然史博物館に保管されており、イタリア共和国の所有物である。復元図全長は約4メートルで、体重は約350キログラムと推定される。テティス・ハドロスは 比較的小型の種類で、ベッキアによると当初性は異常が起こっていたらしい。頭骨は比較的長く、首と尾は短い。このようなプロポーションは、指の本数の減少とともに、二足による走行への適応の結果であると言われている。テティス・ハドロスには、原始的な形質と派生的な形質の両方が見られる。分岐分析では、 ハドロサウルス科とテルマトサウルスに近縁であるとされる。ベッキアによると、ヨーロッパの島におけるテティスハドロスの存在は、アジアから島へ渡ってきた基盤的ハドロサウルス浄化の放散によって引き起こされた結果である。そのことは、本種がより古い時代のヨーロッパのハドロサウルス浄化や、北米の近縁種から進化したものである可能性を否定するものである。ありがとうございます。